ああ、どうもいらっしゃいませ。あれはね、なんか2回連続、はい、僕が一番初めな感じですよね。一番初めにこのお店に来てるパターンですよね。ですね。じゃあ、いつものお願いします。はい、かしこまりました。なんかありました？なんか、いや、そんな時に。あ、この前ね、そうそう、宮川咲一人って人のね、芝居を見てきましたよ。ああ、僕なんか評判は聞いたことあります。そうそう、いっぱい出てくるんか思ったら一人で全部やってはりましたけどね。面白かったですよ。宮川咲一人さんね。咲一人さん。うん。達者やね。ああいうことやる人いるんやわ。そう、あれですか、結構こう、なんていうんですか。ダダス。お芝居なんですか、漫談みたいなことやらはるんですか。主に漫談みたいなことだったけどね。漫談ですか。うん、うん。あ、お疲れ様です。あ、どう。漫談でそれで一人で何分ぐらい。なんかいろんなやってはったわ。おっさんになったり、おばあはんになったり。ああ、なるほどね。まあ一人コントみたいな感じですか。うん、なんか、うん、なんか宇宙人になったりいろいろしてはりましたね。宇宙人ですか。宇宙人の面白かったですね。宇宙人の面白かったな。違う星の語り口で、はい、この国を見て話すっていう内容のやつをやってましたけどね。おー、なるほど、なるほど。達者やなと思いましたね。へぇー、うん、ちょっと一回僕も機会があれば見に来たんですね。そうそう、宮川さあきひとりさんね。宮川さあきひとりさん、うん。そうそう。の芝居っていうタイトルです。芝居っていうタイトルですか。へぇー。今度なんか東京でもやるってましたね。へぇー、うん。ぜひ。ぜひも東京の人にもその宇宙人が語るってやつをね、見てほしいですね。うん、僕も東京見に行こうかな、宇宙人語るやつ。あ、そこまで面白かったんですか。宇宙人語るやつがもう抜群に面白かったですね。ああ、それちょっと見たかったな。ちょっと、うん、あ、そうか、宇宙人から見たら日本ってこんな感じなんやっていうのね、もうグイ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 。なんか。宇宙人なんですか。別にこの星の他の国の人ではなく。じゃあ宇宙人だったと思うんですけど、なんか。シャープをディスってましたね。ああ、なるほどね。なんかシャープを、なんか、シャープを、はい、シャープが、台湾企業に、そうですね、この間買収された。買収されたことを、なんか、宇宙人目線でディスってましたね。へぇ、なんか、それは、どうも、どうも。あ、どうもいらっしゃいませ。いやー、寒いね。寒いね。待ってましたよ。久しぶりに冷えます。いやー、それ、あの、いつもの、いつもの、いつもの。はい。いやー。いやー、今日はね、冷えてるね。冷えてる、冷えてる。あー、ガソリンいるわ。桜も散ったしね。花見行った？花見。花見、いや、それよりね、うん、宮川咲一人さんのね。誰それ？ちょっとよう似た感じの。あ、そう。宇宙人の話がめちゃくちゃ面白くて、ね。宇宙人？宇宙人。宇宙人。シャープをディスるらしいですよ。シャープをディスる。宇宙人、金星やったらそんなありえへんみたいな話をね。それはおもろいのか。いや、面白かった、面白かった。あ、そう。今度東京でもあるらしい。あ、そう。見てほしい。東京、頑張ってはんねんな、もう。なるほど。ね。あ、どうも、どうも。お疲れ様です。あー、これね、今日お話ししてるチャーム、ちょっと面白いの食べてみてください。あ、何これ。これはね、片揚げポテト、黒蜜きなこ味っていうのを。これ甘っ！え？黒蜜？甘っ！え？黒蜜の甘みを香ばしいきなこで後引く美味しさ。カリッと甘じょっぱい片揚げポテト。これはあかんやろ。だいたいけどさ、最近分かってきたのがさ、はい、ポテト系でちょっと挑戦する人たちってだいたい甘じょっぱに行くね。あ、いや、これは、うわ、これはあかんわ、ポテチにしたら。なんかもはやじゃがいも感がゼロですよね。もう、さつまいものなんか、そうそうそう、さつまいもでええやん、もう。何それ。いやいや、あ、でもちょっと俺後味好きかも。マジで。うん、あ、俺後味好きかも、これは。へー、いや、いかんよ、これは。きなこけど、まぶさんだってええよね。黒蜜にきなこって。信玄餅みたいですね。いや、もうこれは。食べてみやん。結構これ美味しいんちゃう、実は、だから。もうだって匂いが甘いもん。実は意外と嫌いじゃないんですよ。ああ、ほか。へえ。
いや、あかん、これはあかんわ。はい、どうもどうも。どうした、どうした、渋い顔してどないしたの。ちょ、これ食べて、このポテチ。これポテチ、うん、これ。しますよ。ああ。いやー、まあ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 。普通のポテチやんか。まあまあ食べて。先輩、水持ってきたん。うんうん。あかんやんな。あかんやんな、これ。これはあかんて。何これ、黒蜜ときな粉。黒蜜なん、黒蜜きな粉味ポテチ。これはあかんて、ポテチ。うわぁ、すごい。俺はそんな嫌じゃなくなって。僕は今日やめときます。すいません。ごめんなさいね、持ち込んじゃって。いえいえいえ。まだ仕事ないの。なんで分かった？水持ち込みしてる時点で分かるわ、もう。もう分かんやん。じゃあもう分かんねえ。え、もう分かんねえ。もうないんじゃん。これ水道水よ。水道はまだね、最後の砦やからね。そんなことなってるんですか。もうやばいよね。え、この前なんか、バイト、あれ、何、ティッシュ配り行く言うとったやん。あれ行ったん行ってるよ。言ってる今も。あ、言ってんねん。あ、それはやってんねん。それはやってんねん。何、カリスマの。それのギャランティーがまだ入ってきてないんや。うん、いや、それはもう、日払いやから入ってきてるけど。あ、日払い。だからもう、今、日銭生活よ。長いな。70万あった人が。ない、なくなったね。これなくなるよ、もう誰から3ヶ月、4ヶ月でしょ。もう。なんか、もうだからもう酒とか飲まれへんのよ。攻めてるね。マクドでバイトしようと思って。なんでそんな若手が行くようなとこ行こうと。いやいや。なんなん、マクド行ったことある？お昼間とか行ったらおばちゃんばっかりよ。おっちゃんとおばちゃんばっかり。あ、確かに。そうなのよ。うん、学生さんは夕方から来るでしょ。だからおばちゃんとかおっちゃんばっかりなのよ。で、あれ好きな時に行けるしね。マクド？マクドは。あ、割とシフト緩いんですか？緩い緩いよ。もちろん週1でもええし、もう全然緩い。週1でもええ。いい感じよ、なんか。噂で聞くとね。はぁ、あ、今入ると。もうちょい日数働いた方がいいんじゃない？週1で働いた。だって最近マクドどんどん潰れてってるやん。そうなの、そうなの、うん、そうなの。だからほら。あんな潰れるとこに入んのじゃ。じゃあ、だからさ。だから、あ、ほんまやの。じゃあ、だからほら、暇やなと思って。最近のマクドは。ああ。あんま忙しくないの、昼でも。あ、なるほど。そう。だからあんま忙しいのは嫌やからさ。だから、まあ、ちょっと楽ちんやなと思って。ラスタとかも全然お客さんいひんから、うちの近所のマークで。だから、ちょっと行こうかな。そういうところ、新たに人員を募集してるんですか、そんな日は。マクドはね、いつも募集してんの。基本的には。もう、だから、数、たくさん入れてシフトをどんどんこう回していくって感じやから。なるほどなるほど。そうそうそう。まあ、辞めていく人も多いんでしょうね。そうそうそう。ほんで、今なんかもう、3月で辞める人いっぱいやからさ。そうだ、もともと忙しいもない、あんたがなんでそんな時々入るみたいなノリになろうとしてるの、うん、だからあんまり入りたくないから。どこに向かいたいの？どこに行こうとしてんの？だから穏やかに行きたいって何回言わすの？そんなに忙しいの嫌なのよ。でも働くって、そんなだって週、なんか3日の2時間ずつとかいいですか言ったら、いやって言わはるやん、みんな、どこのバイトでも。いや、いや、わかる。マクドは行けんの、マクドは行けんのよ。だからマクド。それで、なや、な、うん、なやろな。明るい、表に出たがる引きこもりみたいな。おー、なんか中途半端にね。でも週に、1日2時間働いたら、まあ、1600円ぐらいもらえるやんか。え？800円、時給800円としたら1600円もらえるわけやんか。ほんなら、ま、1日は暮らせるやん。お、うん。この日は。その、うん。ええちょっと待って。家賃とかは忘れてた。子供か何やそれ、びっくりした、忘れてたって。何よ、全然あかんやん。何なんこれ、計画性がゼロやんか。じゃ、うん、だからマクドはご飯よ、食費よ。ティッシュクラブで家賃稼ぐわ。掛け持ち。いやいや、なんなんこれ、これ。何やろ、何やろ、こちらの店ティッシュクラブはいくらぐらいのあれ。ティッシュクラブ配りはね、1200円くれんの。あ、時給ですか、うん、結構いいね、やっぱきついから。何時間ほどあるの？あれは、まあ日によるけど、まあ週、それは2日行ってて、5時間ぐらい働いてるかな。日に、日に、日に。
日に。そのドヤ顔。もうああ、そっか。まあまあ働いてる。急に家賃払わなあかん設定になってもうたからもう。そうや。ちょっと時間数増やしてるような気がするんで。定職場合はね。あれ、マクド行くんやったら、こっちの方やったら。おるや、なんか白い顔の、こうやって。なんだあ、おるな、赤い、ずらかぶって。別にお店に常駐はしてないでしょ。あれ、あっちの方がなんか、イベントとかいたらなんか、あれは儲かるって聞いた。あれは儲かるって聞いたわ。あんなもんだって専門職やで、ね。あんなんできるかあんなんないやん。あれ、個展立てた人いるみたいな。あれだって喋らへんでええやん。何言うてんのあれだって喋り倒しやで、あの人。喋り倒しだ。もうやで、30分ショーあったらずっと喋ってはんだ。え、喋んのあれ喋るよ当たり前やん。なんだかんのよ。ピエロちゃうねんから。いやいや、もちろん、ドナルドだよ言うて。言うてない。めっちゃ喋んねよ。めちゃくちゃ喋る。ずっと1、30分ずっと喋ってはるよ、あの人。はい、というわけでございまして、とか。いや、もう、いや、もう。あの、喋り口調とかは、やっぱりそう、ドナルドの、まあ、役でやってはるわな、それ。いや、なんかあんの。ゴミになんかつけるとか。逆になんか声優さんが吹き込んだやつを流して、それに合わせて動いてるとかじゃない？違うよ、そう。違う、もう、ほんま、ペラ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 喋った。だって、世界中にいいんだよね、ドナルドって。知ってた？ほんだら吹き替えちゃう。違うよ。その国の言葉でみんな喋ってはんねん。まかいな。おうよ、日本は日本ドナルドがおんねん。ちょっと今怪しかったけど。なんかなぁ。はぁ、何言うてんのそんな常識やん。え、ほんな日本もあちこちにドナルドがおって。おるよ。ほんな大阪は関西弁のドナルドとかおるの。いや、だから名前なんでやねん。そういうこっちゃ。大きいとか。方言は使わない。マイドやで、ぼちぼちやでご当地ヒーローになるの、ご当地ドナルド。ほんまやな。そう、だって、その国々にいるってことはそういうことでしょ。全然だよね。あの、ジャケンとか。ジャケン。彼はだから、まあね、全然別に、表現どうやお風呂温めてるって言ったら朝日ソーラーみたいなこと。何それ？どういうこと？ジャケンだけで言ってもうた今。何だジャケンって何？これに関してはすごい反省する。何それ？反省する。ちょっと分かんなかったけど。反省する。ちょっと5分黙る。だから俺は5分黙る。休憩しな休憩。禁止。5分の禁止をする。今日分かんなかったですけど。え見たことないのドナルド？ないよ。店に来てショーしてあるやん。バルーン作ったり。あれどういう時にするんですか？あれは、お店が呼ばはんのよ。呼ばはんねや。呼ばはんの、お店が。呼ばはんの。呼ばはんねや。呼ばはんねや。お店が、ちょっとここらで、売り上げ上げたのか、みたいな。なら、え、何じゃあ、店側は、うん、あの、何月何日にドナルドが来るよ、みたいなことをなんか提示したりする。するする。え、見たことない。はずあるよ。ドナルドが来るよ、みんなで遊ぼう、みたいな。何時、みたいな。そう。うん、あるよ。ドナルドはどんな登場の仕方をするのそういう時。毎度やでーとか、おおきにーとか、そんなん。コナンさいならーとか。そんな感じなん。マクドに訴えられんで。いやいや。あ、でも俺、見たいわ、見たい。だってな、日本にあちこちおるって言ったら、喋んやろ？すっごいキャラクターを。だってその国の喋りで喋るって言うんだ。その国の、あの言葉やから方言じゃないの一応全部標準語で喋らはるんちゃうそら。方言ではないよ。もっと細分化してほしかったな。細分化せえぜ。この辺の歌唱ってるな。日本はもうやっぱり日本語の何標準語東京弁って言うんですか共通語で。もうあの、鉛のないやつでやってますよ。見たことあるけどね、僕は。あれ語尾になんかつけたりする。つけへん、つけへん。何やろ。なんかないのでも。決まってこういうことを言うみたい。決まってこういうことを言わないんじゃない？でも、あの。なんか、ふとした時になんか、暗い過去の話をしだすとか、なんかそういうなんか、なんか設定はないのなんか。いやもう。そのキーワード聞いたら。聞いたら。そのモードスイッチが入る。でもそのことは今日は喋らないみたいな。お前、ざんざん先まで喋っとったやんけ、みたいな。そんな裏設定ないよ。あの人影あったら嫌やんか。いやもうでも人には大体影があるもんやで。人ちゃうからあれ。っていうか、そもそもあれはどういう設定のキャラクターなんですか？マクドナルドランドに住むドナルド。マクドナルドランドっていうのがあるの。ポテトが食べたくて走ってったら、あの、車で轢かれて死んだから赤なったみたいなことやないの。そういうことなの？はぁ、そんな、あの、ジョーカーみたいな感じやんか。だってもう顔白いで、あの人。白いよ。白いで、唇赤い赤いで、髪も赤い赤いやろ。そうよ。絶対轢かれてる。轢かれてへんわ。あれは、あれは流血してんの？そうそうそう。ここ、口の中切ったから口が赤くなってる。そんなん子供の前に出たらあかんわ。わかんわよ。でも、ほら、
僕は食べたかったけど、食べれなかったけど、君たちは食べた方がいいよって。切ない、もう。普通の人やん。だから、美味しいよ。僕は食べたことないけど。ほな、食べてる子供じーとか見てんやろ。美味しいのかいって。どんな味がなるんだい今食べたらええやん。なんで食べへんの？いや、もう死んでるから。死んでる。死んでるの？死んでるから。え、ちなみに他のキャラクターはなんかちゃんと設定あるんですか？ハンバーグな。みんなマクドナルドランドの住人ですよ。なんであいつらは敵対してるんですか？敵対してませんよ。ハンバーグラーだけが、まあまあなんて、バイキンマンみたいなもん、いたずらをするんですよ。悪さはしないんです。いたずらです。あ、そうなんですか？そうです。ビッグバンボリ。でもよくなんか学校の教師がいたずらして捕まってますよ。そのいたずら違う。違う。もうなんか、いろいろさしてくるよね。そのいたずらじゃない。で、しかも今はハンバーグラーとかビッグマックポリスあんまいないでしょ。出てないでしょ。確かにあんまり見かけない、ね。いなくなったんですよ。昔は CM でも必ず出てましたね。出てたんですけど、今もドナルド、ドナルドさえあんまり見ないですよね、CM もね。ああ、そうですね。いなくなったって何ですか？どういうこと？成仏したってこと？そうそう、暗い話ですか？何、どういうこと？いやいや、何やろ。やっぱロックンローラーどんどん死んでってるから、やっぱそれの流れみたいな。そうじゃん。カートみたいな。なんか、みんなツイッターでリップみたいなこと書くわけですか？R.I.P. みたいなこと書いてる。そう、ハンバーグラーみたいな。そう、ハンバーグラーみたいな。ビッグマンボレスとかね。そういうのはあるんですけど。なくなったんですよ。あ、そう。いなくなりましたね、知らない間に。人とかと全然連絡取れずなって、そうそう。いなくなってしまう。行方不明ですよ。行方不明ですよ。音信物がどんどん消えていったからね。消えていった。今ドナルドしか残ってないからね。もうマクドナルドランドってどうなってるの？呪われた。王国なんでしょ？誰が王なのよ。もうその王とかない。王がダメやもん。王とかないんですよ。まあそこはもうランドです。ただの。王国じゃない。いや、あれですよ。ただのランドではないよ。いや、だからほら、マイケルが作ってたほら、なんとか。ネバーランド的な感じよ。別に誰も王とかいないでしょ、あそこは。一応あれは。マイケル王でもないじゃないですか。マイケルが王なんじゃない。いや、そのマイケルが作った方じゃなくて、ほんまのピーターパンのおるほどね。あのネバーランド。ああ、ネバーランド。そんなようなあれってことですか。かな。まあ僕は今マイケルの方で思ってましたけどね。そう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 。なになに？そう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 。ああ、これはハンバーグラーです。そうそう。ハンバーグラー。ハンバーグラー覚えてる。ポリスマンの格好してるやんでしょ、確かね。ハンバーグラーじゃごめん、これビッグマックポリス。ごめんなさい。これハンバーグラーは、あれ、黒い。黒い、そうです、そうです。ちょっとこう、解決スバットみたいな。そうそうそう、そんな感じです。まあドナルドも別に人じゃないので。でも喋ってんやろ？いやいや、それは万能ですから、彼は。万能なの？万能？万能なの？万能？万能？万能です。彼は。すごいね。そうですよ。人じゃないし、しかも、昭和初期の小物みたいな名前の付け方されてて、万能ってなんか。万能って名前おる？おってもええよね、万能ってね。なんか、山田万能みたいな。いいよね、万能っていいんじゃない？いいんじゃない？万能。まず、そっちの方がなんか親近感湧くわ。湧くわ。誰と比べて？ドナルドに比べて？ドナルドはいいやん。ドナルドはもうしゃあないやん。あ、そう。ドナルドってしか人ちゃうし、性別もないんですよ。ええ知らなかったでしょ。知らなかったでしょ。あれ、男女ないんですよ。へぇ、だから子供たちにドナルドは男の子だよねとか、女の子、男の子どっちって言われたら、そうやってやってたん？これは子供やん。これは子供やん。子供やん。ドナルドは、君はどっちなんだいって答えん。はぐらかさん。怖っ何その話。あかんやん。かんやん。ないか。全然あかんやん。ないから。いやいやいや、子供は、怖い怖い。聞くやん。怖い怖い怖い。怖いとかやめてよ。怖くないって怖いですよね。なんか、だから、人間と思うからでしょ。宇宙人に性別とかないでしょ。いやいや、あるでしょ。いや、わかんないじゃないですか。ないかもしれないでしょ。宇宙人だったら。だから、ドナルドは宇宙人みたいなもんですよ。そう、だから、生殖行為が人間とは違うってことですね。え、穴がないの？なんか分裂して二人になるとか、多分そういうことでしょ、考え方の。何も出てけへん。そういうことだよね。そういうことだよ。そんな別に男と女で。突然二人になっちゃったりする。そうや、そりゃそんな宇宙ヒロインだからそういうことがあってもおかしくないじゃないですか。だって、そんなも微生物かってそんなというか、むしろ君は僕なんだよ。みたいな。そういう、なんか。
もう入ってきて発想にやってたりするわけでしょ。もうマクド行かれへん。なんでやねん。いつかんじゃねん。いやいや、それとこれは別やろ。夢も何もあれへんやん。なんで夢やんか、宇宙のドナルドランド。はいはいはい。いや、そこと、その、ハンバーグを作ってるマクドナルドとどう関係あるの？ん？マクドナルド、のイメージキャラクターやんか。なんなん？鮮度聞いたらもうイメージとか。イメージキャラクター？イメージキャラクターやんか、マクドナルドが。そんなん、なんでもあるでしょ。不動産屋のイメージキャラクターで上戸彩がいたりするわけでしょ。え？不動産屋のイメージキャラクターの上戸彩とマクドの、うん、イメージキャラクターのドナルド。血まみれドナルドさんは。血まみれじゃないか。流血してんやろ。してないやん。悲しい過去を時々喋るドナルドさんは。それはあなただのイメージやから。赤毛やから、あれただの。たまにシェイク飲みながら、こう、すっごいこう、すごい寂れた感じ。酒じゃない。でも飲めてない。幽霊。全然飲めてない。穴中穴がないからね。かわいそう。いや、穴はありますよ。あの、口もあるからありますけど。でも、生きてへんねやろ？生きてるよ。誰が死んだ言うて。死んだよな、こっちは。あ、そうやったか。どういうこと？あ、ごめんごめんごめん。生きてるんですけど、人とは違うので、人と同じような常識で当てはめたらもうダメですってことですよ。だから、もちろんトイレにも行きませんしね。やっぱり穴ないやんか。いや、穴ないやんか。穴があるか、ない、あ、なに、トイレ行かへんからって穴ないっては限らないんでしょ。ほら、どうやってうんこすんねん。そうや、ほんまに。うんことかしない。ドラえもんもうんこしないでしょ。わからんで。ドラえもんわかります。しない気です。いや、わかれへんで。わかります。え、ちょっと仲裁に入った方がいい。喧嘩見とく方がいい。どっちがいい。ドラえもんはしない設定ですか。いや、わからんよ。え、ドラえもんはじゃあ、ドラえもん博士なんでしょ？博士ですよ。今のこの感じで、ね。ドナルド博士、ドラえもん博士です。そうそう。ドラえもんはじゃあ、食べたドラ焼きはどこに行かはんの、うん、全部エネルギーに変えるようになってるんです。あ、100% エネルギーに変える。仕組みに。だ出ないんです。排泄物はないんです。あ、さすがに未来科学ですね。そうです。じゃあ、ドナルドは。ドナルドはやっぱり食べられへんから。食べてるよ。食べますよ、ドナルド。マクドナルドのイメージキャラクターのドナルドが、ドナルドだからマクド食べへんでドナルドするの食べるでしょうよ、そら。一度も食べたことない、あの、ハンバーガーとやらを。そうか。みんな、子供たちに泣きながら渡すんでしょ。ちょっと待って。美味しいかー。どんな味がするんだい教えて。その設定今できたから、ここで。その設定ここでできた。あいつ食っとる食っとる。バリ食っとる。匂いだけ嗅げるとかそういうのじゃない。穴あるやん。食べたらやっぱ排泄するんじゃないですか。いやいや、じゃあ、だからなんかあるんでしょう。そういう仕組みが。仕組みが。なんか、よくわからん穴からようわからんもの出てる。もう気持ち悪い。急になんかこの辺からもう無料って出るみたいなことすんの。違う違う。あなたの。なんかもう、臭い汚いのがいっぱい出てきてとか。そうそう。なんか、もう、面白いこと言うねーとか言って、わーってなって、振ってみたらもう、真緑になってる。あの、毛穴っていう毛穴から出ちゃってるから。うわーって。子供がもう怯えてる。ほらお母さんあれやねん、お母さん。お母さんあの、そうだったら、怯えておっしゃらない。認めよう。認める。お母さんを呼ぼう。呼びなさいよ。全然いい。そうだったら。真緑やったらね。じゃあもう発想が貧困。スライムみたいなのが出てる。人と同じように考えるからね。穴から出るとか、穴から入れるとか考えちゃうのよ。人じゃないからね。いや、なんか、それの一点張りついてさ、なんかもう、なんかの、宇宙人と思って、マクドナルドランドっていう、とこから来た宇宙人だと思ってよ。福袋さんの思ってる以上に僕らは宇宙人のことよく知らない。そうそうそう、わからへんから、ね。いや、僕も知らないですけど、だから人間とは違うってことですよ。だから、まあ、要するに。うんこもおしっこもしない。で、食べて、うん、食べるのは食べる。どっか行く。どっか行く。エネルギーになる。多分ね。緑にもならない。ならない。なんか時々あ、トイレ行きたいなって、我慢してんのかなって思ったら、すぐ、真緑にバンってなる。いろんなとこからもう、ぬたぬたのやつになって、もうぬたぬたになって。出てくる。真緑に。来たね、もう、いやいや、カタ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 。そんなドナルド見たことないやろ、緑のドナルドとか。まあ、そんな生き物飲食店加熱出入りするでしょう。無理
です。無理です。無理です。くっさい、くっさい液体出す。いやいや、だから人と同じように考えるからそう思っちゃうんですよ。宇宙人だからね。人でもまあ緑の液体だし、くっさい、くっさいのはダサいけどね。ダサいんや、そんなにもさ。そうね。そうなんだから、そうなんですよ。あの、性別もないし、うん、年齢もないし。え、パッとでかいな。そこはね、そんな若手なんや。そこも僕、そこはね、若手なん。いや、だからほら、駆け出し、サザエさんみたいなもんじゃないの？わかんないですけど。ずっと変わんないみたいなさ。まあ確かに年齢はないですよね。ないんですよ。うん、ないんですよ。年齢も聞かれたら、君はいくつだい？はぐらかすんや。怖ー、怖いなぁ。怖ー、何一つ答えてくれへんよ、じゃあ。そうね。全然信用できへんやん。いやいや、他のことは答えるよ、いろんなことは。だ自分のことに関しては、多分。ご飯食べたらどうなるんだいどうやって何君はご飯を食べたらどうなるんだいお腹がいっぱいになるね。そのご飯はどこに行くんだい体の栄養なんだよ。カスとかカスってなんだい？うんことかおしっことか。君はどうだい？怖い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 全然信用できねえこいつ。何一つ本当のこと言えへんこいつ。あかん。俺嫌やわ。それそれ本当のことを君らみたいな人はほら理解できないじゃん。だって絶対無理やったら子供連れてきたらよな。そんなことない夢がありますよ。ないよ。どこを持って夢があんねん。ドリームいやだからほらそういうわからない未知の世界っていうのは夢があるでしょ。何でもかんでも人にこう置き換えるからそうなるんですよ。だからもう分からなくていいの。分かんなくていいの。気になってしょうがない。男女もない。ないです。性別もない。ない。年齢もないです。トイレも行かないです。何？電気か。電気で動いとんのか。だからドナルドやいう人じゃないのよ。だからピエロでもないし、ドナルドなんです。ドナルドなんて。ピエロじゃないんですか？何言うてんの？もうそんなこと言うてほんまマクドナルドに殺されるよ。もうそれが怖いやん。マクドナルドってなんかイラッとした人殺すの？もう、そうやって、そうやってハンバーグらも消えていった。すごい、ああ、イラッとさせてもうたやん。偉いさんになんか言うてもうたやん。なんか。偉いさんになんかイラッとさせてもうたやん。ギャラ交渉とか言って。やべえ、もう隣が見るからこうやって。吉本でもギャラ交渉ぐらいで芸人殺さないですよ。すごい怖いな。もうドナルドしか残ってんからな、今や。そのドナルドですらもう今危うい。危うないよ、全然危うい。ですか、リストラですか。危うくないですよ、ドナルドは頑張ってますよ、もう。そのうち狙われんや。いやいや、もう日本のどこかしらでショーをしてます、毎日。マクドナルド自体は人が経営してんのやろ、はい、そうですよ。そうやね。なんかイメージキャラクターだ。イメージキャラクター、ドナルド。別に。だから、あの。イメージキャラクターって言い方がもうまず否定してるような気が今してきてるんやけど。違うやん。なんか。あんなもん嘘っぱちやからなっていう前提でしょそのイメージキャラクターやからっていう返しは。なんだ嘘っぱちってさ。なんだ嘘っぱちってなんですか。いや、イメージキャラクターっておっしゃったもん。さっきの例えで言うと、あの、上戸彩が不動産屋のイメージキャラクターですけど、上戸彩自体は別に実在の人間。ああ、そうよ。そうよ。そういうこと。そういうこと。そういうことです。そういうことですよ。そういうことですよ。そういうことですよ。金もらってやってるってこと。お金とかじゃないのよ。え、何だ、何だ、何だろう。信用とか。え、自分のこと全然語らへんあいつが。うわー。信用とかか。穴もないのに。穴はええやんか。穴もないのに。穴はいいやん。穴はあるよ。口とかほらあるし、食べるもの。あの人。今日出せんだよ。出さへんよ。何なん溜め込んでばっかりじゃん。それはもう。知らん、知らん、そんなんは。どうなってんのかまでは知らん。じゃあ緑になったら見てないんや。じゃあ見てない。緑なんかなこうやって、こうやって見たら、ブワーこう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 ついつい、ついつい、出しちゃったよって。怖いよ、言わないでおくれ。ついつい出しちゃっただけだから。怖い言わないでおくれ、みたいなことで。怖い、怖い絶対人に言っちゃダメだよ。怖い怖い。いやビッグマック無料券だよ。怖い怖い。もう嫌や。もうつるんどるやんマクド。もうそういうことです。いやいやそんなことはないですよ。いや知らないですけどね。僕もそんなドナルドに精通してるわけではないですけど。だいぶ語ってたよ。そうね。君たちよりは知ってるなと思ったんですよ。だって言わないもの。
年齢とか性別とか。言ったらあかんって言われてます。あのドナルド。うん、今あの人って言おうと思ってあの人じゃないからあのドナルドあの人じゃないあのドナルド、うん、あのドナルドね言わないですからそうだからまあこの報告はどこにあるんやろうねなんかねこの辺にあんねんってああそうだこの辺にあんねんどこにあるのって子供が聞いたらこの辺だよってそうあの辺だよみたいなああ天空ですよやっぱり空の上っぽいぽいぽい。ちょっと死んではるんですかね。死んでないですよ。ああ、やっぱな。まあちょっと触れたらあかんかもしれないね、確かに。そうなんだって死んだ人が実際雲の上行くか言うたら行かないわけでしょだってあんなの。その辺彷徨っとるわけでしょなんかそれが現実的なのか非現実的なのかよく分からへんでも雲の上っていう上かいるわけでしょそこら辺彷徨っとるわけでしょいやうんだだだ自爆れそこのえ何マジで大して考え方が変わってないというか怖い分かるけどいや上って言うんだったらそうでしょみたいな感じよなんていうのいやないんでしょ本当はみたいなそんなあいやこんな信じてたのに俺ら。ちゃちゃ、ドナルドはあるよ。ドナルドはあるけど、その、なんていうのあの、死んじゃう。ドナルドに関しては。幽霊とか。いるようじゃないやん。あるようなんやな。いる。おる、いる。いらっしゃるよ。え、上だいや、ほら、だって。つもられる。つもられる。だから俺から買うってこと。俺が売るってこと。ケチャップいっぱい入ったつぼやわ。じゃあいやいやいや、まあだからいいですよ。ドナルドはいいや。ドナルドは、まあそう、だから僕も勉強したんですよ。マクド働こうと思って。そうね、うん、調べたり。うん。もっとそういう風なことが書いてあったからさ。まあ浸透してないけどね、それは。へぇ、うん、ドナルドに乗り移られた人はものすごく金もらえるんでしょ、だって。どういうこと？ドナルドに乗り移られる人たちがいるってなんとなく聞いたことあるんですけど。なんなん乗り移られる人ってどういうこと？ドナルドに乗り移られて、いろんなところで働けはって、いろんな、なんか乗り移られた人がなんか集まって研修受けたりするらしいですけど。その人ら無理くり標準語喋る。そう。海外のくせ乗り移られる候補生の人だ。なんだ乗り移られてる僕の友達も何人か乗り移られてたんで。乗り移んの？ドナルドが。人に憑依するらしいんですよ。それすごい知らなかった、それは。ひどくない。各地のマクドナルドでショーをやってる。そうそう。人あれは人なんドナルドやで、あれ。うん、せやな。俺が語らん方が良かったかな、こっちは。うん、せやね。普通に御堂筋とか乗って。そうそう。現地向かってるわけ、ね、もちろん、いろんなマクドナルドバッグに入れて。バッグに入れてじゃないの。いや、わかんない。想像やけど。いろんなもんね。まあ、うん、乗り移るを言うたからって聞いてるものは変わらへんやろからね。まあね。ああもういや、ちょっと乗り移るまでは知らんか。これ、ものすごい叩かれたりしてね、なんか分からへんけど。どうしよう。うちは明日に来たとから、まあ。そうやで。あ、これは、だから、ドブドブの話でしょ。おせっと言うてるやん。あ、間違えた。ドブドブの話や。ドムドムやろ。ドムドムそんなキャラクターいました？いや、なんかおるよ。なんかおるよ。なんかおるよ。ドムドムっていうかもう、所さんが宣伝やってたのしか思い浮かばない。所さん宣伝してた？ジョージ CM やってましたよね、ドムドムは。そんな知らんわ。サーキットカセットとかやってませんでした？ちっちゃい頃。あ、そう。はい。だから、大英に絶対あららららららら。今でも京橋の大英とかあるんじゃないですか？あそこがもうラストちゃう。ね。ぐらい。ケチャップのやつが俺久しぶりに食べたいわ、あれ。べちゃってしてるよね、ドムドムのハンバーガーって。べちゃってしてる。塚口のサンサンタウンとかあったよね。あるある。まだあったのかな。まだある。久しぶりに行ってみたい感じはするよね、ドムドムバーガーとかね。行ったね、行ったね。あ、でもね、ケチャップのだけのやつはなかった。あ、この前行ったら。商品買ったの？この前行かかったんですか？うん。実は、ドムドム見つけるたびに、ちょっと不意にプッて覗くんやけど、はい、なんか。ちょっと豪華になってる。ちょっと豪華になってる。ちょっとモスバーガーっていうんですか？いい感じになってる。だから、もう本当に、何？ハンバーガーだけのやつあるやんか。ケチャップ、赤いケチャップ。あれだけのやつはもうなかったね。はいはいはい、ピクスだけしか入ってない。そう、ないのなかった。へぇなんか、残念ですね。うん。そうよね。確かに、たまにあるよね。うん。あるある。うん。食べたいのって。
よね。あるある。あ、そう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 。あの、自販のハンバーガーとかさ。ええー、ああ高速道路とかにあるやつ。時々食べるやつ。あある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 。大して美味しくもないんだけど、ね、なんか久しぶりにあれ食べてみたいなと思って。あるあるある。コンビニのハンバーガーとか高校生ぐらいで今日食べましたね。あれ結構美味しくない？あれ結構美味しいですよね、ハンバーガーは。安いし。そういうところを、ほら、例えばその、ドライブインとかさ、はい、ああいうところにあるやつの、なんか、そんなん食べんなって他に今食べるもんいっぱいあるやんか。はいはいはい、はい。あるそうです。あるけどなんか、あえてそういうのって食べたなるのはなんないの、ね、ほんまやね。そうね。だから、うどん出てくるって言われたら、マジかと思って。ああ絶対美味しいわけあれんやなと思うんやけど、なんか食べたなるね、あれね。ちょっとゲーム感覚なんじゃないの、なんかね、こう。なるほどね。そうです。ちょっとマクドで盛り上がりすぎたね。何そこまで、ね。何の話してましたっけ。いやもうお仕事の話ですよ。ああそうです。だから仕事ですわ。どうなんですか。あなたたち最近は。どうなんですか。景気はどうですか。ん？景気はどうなの。景気はぼちぼち。だ転がしてんの。転がしてへん。いろいろ。もう全然、月金で会社行ってない。マクドの後にここ来るから。せやね。まあ、せやね。マクドで盛り上がりすぎたかな、確かに。これよね。これ。はい。これ。何？さっき俺何気にすごい食べてる。はい。悪くないかも。おい、なんだ？そうなの。俺も結構好きよ、これ。好み好きな方。うん。意外と美味しいです。やっぱ甘いのとね、しょっぱいのと合うからさ、うん、それが一気に。ないわ。食べた瞬間は大丈夫か、これって思っちゃう。いや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 、ない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 。いやいや、これちょっと、もうしばらく食べ続けてみてください。うん、だんだん良くなってくる。うん、そうそう。でも、なれ。そうやね。きな粉が俺いらんかな。うん、わかる。きな粉はいらんわ。うん。きな粉はいらん。これはない。あれ、今日は誰か他のお客さん来てないの？あ、ロビンソンさんも、なんかさっきの一人芝居見に行ったらしい。一人芝居って何？はい。宮川沙明ひとりさんっていう方の芝居っていう。芝居っていうタイプ。宮川沙明ひとりさんっていうらしいですよ。変わった名前やね。うん。その人が何をやってはったの？芝居。ああ、ほな。ロビンソンさんも見た？うん。で、見た？見に行きました。見た？見に行きました。見た？見てない。あ、見てんの、うん、面白かった。面白かったです、ね。それもなんか宇宙人が出てきてなんかディスるんでしょ？で、宇宙人が出てきて、なぜ台湾に、の企業にシャープが持ってかれたかっていうのをディスってたんです。そんな見たいか金星ではありえへんいう話をしてた。それドナルドやったんちゃうん。ドナルドはもう日本のこと精通してるよ。あ、精通してるの。俺はさ、もうだって地球にもうどこも行ってるから、何でも知ってるよ。どんどん怪しくなっていくね。何でも知ってるのに全然何も教えてくれる。自分のことはね。それとこれとは別やん。そんな自分のこと何でも教えられへん。そんなんさっき言ってたほら、答えへんっていう話あってんやんか。はいはい、あんなん子供ってアホやから、うん、こって聞いてくることあるやんか。あるよ。なんでってずっと聞いてくることあるやんか。うんうん、あ、そういう時はどうしてはんの、うん、ガスってするんちゃう。ドナルドもほらドナルドの子やからさ、そらそら腹立つことかってあるやろ。ドナルドのドナルドの子ない。ドナルドの子供なの？何どういうこと？子供だから生まれてきとるから。じゃあそれ今はちょっと比喩っていうか、まあ、やっぱり穴あんねやん。穴とか穴は知らんよ。見たことないから。絶対うんこ出してるわ。なんかの分裂系かもしれないしね。うんうん。ね、なんだ、崎山さんは、うんこをさせたいわけ？ドナルドに。さっきは、穴ばっかり言うてんて。お前。なあ。だって、うんこはせなあかんでしょ。いや、だから、せなあかんが人の感覚だけであって。
って別に絶対せなあかんわけではないでしょ。じゃあ下から出んのとこの辺から出んのとどっちがいいの。両方出しとるやろ。出さんでええ言うとんねん。出さんでええ、出す前提でもの言わんといてよ。出るねんもん、しゃあない。人は出るよ、人は。あー、見んといて。ぬる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 。で、その一人芝居の形成時の方急に緑になった。あ、そうや、それはどうやったん。いや、それは、あの、さすがにそこまで描いてなかったです。あ、ほんま。まあ、それはガタガタってみんななるからやろ、それは。怖いですし、本当に金星人ではなかったんで。あの、人が演じてたんで。あ、そうか、そうか、演じるやつやったやつですよ。それとは違いますよ。リアルじゃないやつですから。そうか、そうか、そうか、なるほど、なるほど。リアルじゃない。リアルじゃないですよ、それは。そうです。ほんまもんやないです。あ、そうか、そうか、そうか。でもそこまでは描写はで、してなかったな。なるほど、なるほど。まあ、それはしょうがないね。お芝居だからね。芝居で出すの？出さない、出さない。だから出ないってどなるのは。ミントいて言うて泣くんですよ。ごめんもうミントいてうわー言うてもうこっからもうニュルニュルニュル出てなーミントいてプレイやろ、プレイやろそれ。見せたいやろそれ。見せたくなってるやろそれ。まあ、グレーだろ。人間だったら常におもらししてるよ。だよね。そんなやついないっすよ。俺見といてんのおかしいやろ。でもそれが礼儀かもしれん。言うてるだけ、言うてるだけやろ。みんといて、礼儀やろ。みんといて、一応言うと。挨拶みたいな。挨拶？そうそうそう。何も答えれない代わりに別のとこさらけ出す。そう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 。緑になったり白になったりこう。そうそう。いやもうさらけ出しすぎやろ。ええやろ、そこまでさらけ出して。年齢とか性別どうでもええやろ。そのくせけど、トークでは一切自分のこと語らない。もう、それもう、あかんわ。いやいや、そんなん、まあね、そう。なんで、その、宮川さん、さきひとりさん、うん、きひとりさんは。さきひとりさん。さきひとりさんは、会いませんでした、会場で。僕見に行ってた、うん、行ってないよ。行ってなかったか。うん。僕見に行ったの別のやつ見に行ってた。何見に行ってた何見に行ってた何平井健平井健まだ一人で。まだいた。一人でまだいた。2枚買って一人で。2枚、ペアシートで一人で。見てないですよ。僕あの、何見に行ってた何笑ってんの違う。もうあの、いやいや、もうどこまでディスってるか分からんようになってしまってるから、もうまんま言わんとこうと思って。え、何をディスノートしてんの何をディスノートしてんの何も言わないです。何も見てないです。違うの見に行ったってさっき言ったやん。何を。怖い顔になってる。どなる。怖い顔。見といて見といて怖い見といて口封じや。口封じや。そうですね。最近、あの、僕映画を見てるんですよ。実は。いろいろ。暇やから。暇やから。家で。レンタル。100円やから。今100円ね。え？何が？ 100 円？レンタル。あ、そう。それで面白くないのがね。やっぱあるんですよ。聞きましょう。いや、いいです。そんなんもういい。そんなんだって僕が面白くないと思ってもね、面白いと思う人もいるかもしれないじゃないですか。あんた今何を語り出したか。俺は何を救えばいいの違うやん。なんか俺もう金魚救ったとかになんか救ったことに対してディスられてる気がする。なんで作ったみたいな顔されてる。違う違う。ここにおるからすごい。いや、何を見たのって言うからよ。その、僕、さきひとりさん？そこに戻んの？ちょっと一瞬、あの、ボーイズミーガールって言ったよ。言ってなかった今なんか。何やねん、ボーイズミーガール。なんか、おっと、しゃれてるね。しゃれてないわ。しゃれてないんですか。で、そうそう。で、なんで、そのさきひとりさんは見てない。見てないね。ああ、そうだ。面白かったんや。映画で面白くないやつの話してくださいよ。映画で面白くないやつ？あ、じゃあ面白かったの何面白かった？あ、面白かったやつ、うん、何見たっけ？お前見たっけ？いい加減やな、もう。あ、ちょっと。もう、ほんまに。君たちは、設定がいい加減だ。ちょっともう少し真剣にやりたまえ。何の話？いや、何の話よ。生き方がいい加減よ。生き方がね、生き方いい加減だよね。何これ？どうした？あ、それうちの。これ触ってみて。え、何？これ何？これ、うんちゃん。ん？え？取ってみて。え？おーおー何？何？何？え？普通のうろんちゃんや。うろんちゃん取って。え、ちょっと取って、取って。取って、飲んで。え？何？飲んで、乗せみて。おー
え、こんなでええの？くっついてただけやん。くっついてたよ。設定が。ま、これ。お前らもうちょっと。説教や。もう少し。ちゃんと言ったことには責任を持って。ほんま動かへんよってな。そうそう。なんか、なんかもう。これなんなんよ。そうやん、これ。ちょっと何か多分、何か糖分のあれが。なんやねん。めっちゃ、もう俺もう。なんかそうや。なんか、絶対ビリビリ来るやつやと思って。ものすごい俺ビビってたのに。じゃあ、うちも最初そうやってもね、触ったら動かへん。どう動かへんかったよね。おいよ。動いた俺の気持ちを考えて。そら、うちの店の備品でそんな怪しいもんはないです。いや、なんかびっくりなんとかが。その店をなんかバカにしてくれます。たかだかさ、そのさ、もう何、缶ジュースがさ、動かんだけでさ、こんだけ持たせたらいかんそんなことしたらいかん何よ、もうちょっと、言ったことには責任を持って。あれも言ってないもん、別に。そんな知らん。もう、被害者やん、もう。なんで自分もやった、おぉ、ラッキーだったよ。振ったわけじゃないやん。あかん、もうそんな。そんなあかん。そんな絶対あかんねん。なんなん、なんか逆に飲めへん店になったな、ここは。なんや逆ギレや。逆ギレや。店のせいじゃないでしょ。なんか、居心地悪なった、この店。なんか。うわ、すごい、なんか、うちの店のせいにせいになってますね。そうやんか、大体。店の雰囲気やろ自分水道水持ってきて何言うてんねん、もう。何を言わすっすわ。いっぱいも飲まって持ち込みしてる。なんなんいやいや、どうやらん気悪いわ。何そのキャラ。ここ。そんなキャラやった今。いや、何そ、うんとか。だからもう、だからほら、俺も働いてないから、やさぐれ、ね、気味なんですよ、やっぱり。やさぐれたらちょっとお姉っぽい語りになっちゃうんですか普通やさぐれたらなんかもうちょっと悪い方向にいませんか、ね、まあまあ、それはまあまあ、人それぞれ。ああ、まあまあ、そうそう。まあそうですね。ほんまに。ああだから最近映画見てんのやったら何が面白かって 何が面白かった何が面白いのありましたなんかちょっとドナルド一人振るなドナルドうんこしろうんこうんこしろちゃんとそれはあの古いやつばっか借りて見てるんですか最近の今話題の映画館に見に行ったりとかしてます映画館見に行ったりしますよ嘘やったら言うて。嘘やったら今言うて。見に行ってないやったら。見に行ってんねん。まあまあ行って。見に行ってないやったら今、嘘ついてたと思ったら、あ、じゃあもうこれはこれ以上聞いたらあかんと思うから。嘘ついてた。なんで自分そんなお金ないのに映画なんか見られないやん。そうやな。ちょっと考えて。俺の今の立場を。あ、じゃあもうこれは。なかったことでしょなかったことでしょなかったことでしょ聞いてないことでしょじゃあなんかほら、なんかほら、その、先、じゃあは、えなんだっけ宮川さん。あさまたそこ戻るのその話からこうなったって言いたかっただけで、別にあれなんですけど。え、で、どうなんですか最近は。最近うん。仕事は、仕事なんですけど、してて。そこに戻るあ、でもね、最近ね、はい、銭湯に行った、久しぶりに。銭湯に銭湯カタカタ言わす銭湯甘のヤンキー出てきた。石鹸カタカタ言わす銭湯や、言うてね。石鹸カタカタ。ガタガタ言わす方ちゃうねん。ガタガタ言わす。ガタガタ言わす。最近ニュースでもなんか、どっかの組がいる。違うもん淡路島に本社があるんです違うわもう近所にゴロゴロある銭湯や近所にゴロゴロある銭湯その辺でやってんの違うこうやってんの湯船、ね、やっぱボディですか違うなボディやねん洗うけど違うやん湯船、ね、いやいいなっていう銭湯ねなんでで銭湯行ったらさ、はい、あの男の人ってさ、はい、お兄ちゃんから、歳いったらなんて呼ばれるの、うん、これ一緒にさ、うん、おばあちゃんとかおばちゃんとか一緒に、こう、喋りかけたりとかされるやんか、銭湯行ったら。はいはいはい、はい。ほんで、うん、あの、最近奥さんってめっちゃ言われる。うわ ー, おー
もうだってお姉ちゃんじゃないやん。ああ、はあ、はあ。なるほど。ほんで、うん、そうか、昔はもう姉ちゃん、姉ちゃんとかお姉ちゃんと言われてたけど、うんうんうん、ああ、奥さんか。って思ったら、うん、男の人って、旦那さんとは言われへんよ、ね。旦那って言うの、うん、って思う。いやいや、おっさんとかですよ。いやいや。おっさんにおっさんって言われへん。言わへんやろ。あ、おっさんに、おっさんからおっさんは言わへん。言わへんよ。おじさんとも言わないでしょ。じゃあ、なんて言うの？でも、あの、そんな言い方。自分っていうのおかしい。自分最近どうなみたいな。あ、けど、親しかったら言うけど、あれでしょ、むずいな、それ。だって初対面でさ、ちょっとあの、世間話的に喋りかけるおばちゃんとか、おばちゃんとかおるやんか。うん、で、昔だったら、あの、姉ちゃん今日は、あの、ね、こんな早うから来て、とかでこう喋りかけられるわけやん。まあまあ甘えな、それは。いや、喋りかけられるやん、先頭ってな。あんまりそこまでないけど。それが最近、あ、そうか。もう姉ちゃんって言われへんようになったら、奥さんって言われんや、って思ったら。おっちゃんとしてはそんな喋らんよ。そうね。あ、そう。そうね。そうね。あ、そう。基本喋らないです。え、でも銭湯ってそういう社交の場じゃないの？違うよね。あれ？体洗うところだよね。あれ？社交の場？なんかこう湯船使っとっても。なんか前にも一回ここで銭湯で盛り上がられてた。ほんま？なんかうっすら記憶にあるんやけどな。気づいたかな。ほんまいや。湯海リゾートの話しよう、それ。あ、そうそうそう。違う違う。違う？ここじゃなかったかな。なかった。あ、俺の勘違いかな。誰と喋ってんの？なんか、ドナルドが見えたから。怖い怖いわ。あ、でも、どこ？あ、でも、あの、逆に本当に若い頃は、おっちゃんらに兄ちゃんって言って話しかけられたことはたまにある。そうやろ？兄ちゃんで喋りかけられる。そうか、兄ちゃん。おっちゃんに対しては話しかけてこないじゃないですか。そうやね。え、じゃあ飲み屋とか行っても、あれやんか？あ、おっさん同士はまずね、礼から始まるよ。あ、どうぞ。そんな。あえて、なんだろう。平行的に行くんじゃない？一回下に行ってから上に行くみたいな。ああ。へえ。ほら、うん、なんだ、社会があるから、おっさん同士には。あ、お互い立て合うんじゃないかな。え、じゃあ、呼び名としては、兄ちゃんじゃなかった？兄ちゃんではないですね。お兄さん。え、どんだけ年取ってるの？お父さん。違うなぁ。なんていうかな。いや、もう、そういう。あ、どうも。そうだね。呼ばないでしょ。話しかけるかもしれんけど、そうだね。その人をなんか呼んだりはしないでしょ。すいません。そう、すいません。でもさ、その。いいお湯ですね。うん、ちょっと、え？緑の出てますよ。どうやめろやめろやめろ。もう、見といて。何回このくらいやった？ドナーさん。あ、そう。そうですよ。だから、その、マンションとか住んでたらさ、はいはい、管理人の人とかさ、うん、その、なんちゅうの？そう、いろいろ、ピンポン押して来はって、初めてそういうとこでも喋る人とかでもさ、大概喋りかけるときに、奥さんって言われるやん。お姉ちゃんとは言われへんやん。まあでも、明らかに、向こうの方が年上の場合は、未だにやっぱ兄ちゃんって呼ばれますよ。ああ、そう。お兄さんとかね、呼ばれる。まあでも、お兄ちゃんって呼ばれそうなルックスだもん。あ、本当ですか？なんか、ありがとうございますって言っていいかどうなんかあれですけど。うん、いいよ、別に言ってくれて。いや、ふと思ってね。でもそうかも。あんまり呼ぶあれがないかもね。ないかも。でもそれでも、三河久田さんとか福袋さんとかもやっぱ相手が明らかに年上のおっちゃんとかやったらまだお兄ちゃんって呼ばれる。あ、そうそう、だからそういう場合はお兄さんって呼ばれると思う。兄ちゃんとか。兄ちゃんにあるけど、年上の人とか同年代の人を呼び方はないかもね。ね。でもその奥さんっていうのは一瞬やったりするやん。それはね、日常でもいっぱいある。うん、どう呼んでいいのかわかんないっていう時は。だから多分無難なんやろなって思って、うん。だから先輩とかはすごく呼びやすい。そうなんだ。ああ。言ってる人いるね。そうでしょ。だから先輩とか、ね、先生とか。先生とか、ああいう言葉が。先生って言ってた。じゃあ、だからさ、男社会のね、その肩書きで呼ぶ場合は多分多いですね。多いですね。そうそうそう。部長さんとかさ、社長とか。あ、社長さん。あります。奥さんはもう一瞬でさ、そっからこう飛び越えて仲良くなったら、あんたとかって言いやすくなるやん。おばちゃんとかおばあちゃんとか、うん、あんた何言ってんのとか、うん、あんたさとかって、あんたの手前の一番微妙な時って、そうなんや。そうやね、そうやね。でも、関西で自分とかが多いじゃないですか。
自分ないない。あ、自分も多いね。けど自分、いや自分って一つ間違えたら喧嘩になっちゃうからね。そうそうそう。まあまあ、それだからある程度仲良くなってからですね。まあまあまあ、まあ、仲良くなったらね、初めての人に。自分は無理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 。それ無理。うちの店のカウンターでね、こんな感じでよくお会いになるお客さん同士が徐々に仲良くなって。うんうんね、まあ、それはあるでしょうね。パーコンタクトで自分はなかなか厳しいかもしれない、ね。あんたもいいね。でも、お父さんとかはあるかも。その、銭湯とかって子供さんが、いや、うん、お父さんと喋るときはお父さん何なんですかとか、あの、あ、やっぱそうなんや。そう、なんかそういう、やっぱり役職じゃないけど、奥さんもさ、うん、結婚してるかしてんか分からんけど、まあ奥さんって言うってことやんか。あ、お父さんね。お父さんな。旦那とは言えへんねん、じゃあ。旦那さん。うん、いや、それもあるかもしれん。そう。旦那。考え出すと。あ、なんかあの、うん、呼ばれんことはないかもしれないですね。なんかお店とか行った時にこう、なんか和風のお店とかやったら、中井さんとかにそんな感じで呼ばれることも。へぇー。うん。まあでも男が呼ぶことはあんまりないかもね。男同士ではないですね。あ、う、あ、ん、そうなんや。いや、ふと思ってね。でも確かにそうかも。呼ぶのをなんて呼んだらいいのかなって、あの、迷うときありますよ。なんかね、名字、年上の人に名字、例えば山田さんとかいるやん。うんうん、年上の人山田さんって呼ぶのも、なんかちょっと気が引けるときがあんねん。ない年上の人俺より年上の人で山田さんと喋るときに、うん、山田さんどうなんですかみたいなときに、うん、山田さんって言うのがちょっと言いにくいときがあるね。なんていうのかな。山ちゃんとか。なんでやねん。余計言いにくいわ。じゃ、山田社長とか、課長、山田課長とか、うん、山田、役職マスターとか、そういうのは呼びやすいんだけど、なんか普通に名字にさん付けですごい上の人呼ぶの言えへん、言いにくい、ね。親しげに喋ってる感じになっちゃうから。そうやねん、そうやねん。まあ、難しいな、うん。そうね、そうね。そう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 。そうだ。え、もうそろそろお時間大丈夫ですか？わお。え、マジで。マクドナルド、幅利かせすぎよね。自分らが緑言うから。ドムドムな。ドムドムね。ドムドムの、ドムドムね、終始ドムドムの話やったから。あ、そうね。そうね。ドムドムね。わぁ、なんかちょっとドムドム食べたくなって。食べたくなっていいか。ドムドム空いてるかな、この時間に。この時間空いてないですよね。今度みんなでなんかドムドム買ってここで広げてたら、いいですね。ドムドムな。あんだけ、まあいいや。じゃあ、マクド食べようやって気持ちは感じるけどな。そこまで言うたら、そこまで言うたら別にいつでも食べれるじゃないですか。どもどもを食べようか、じゃあ。マクドはこの近所にも24時間のお店とかもありますから。ああ。この辺、どもどもってあるんですか？どもどもは一切見た記憶ないですね。それこそ一番近いところで京橋じゃないですか。いや、そうか。ああ、京橋ね。京橋も未だにあるのかどうか。いや、なんかわからないもんね、あれも。あ、京橋のダイエーって潰れるやん。そうそうそう。なんか潰れたか潰れるかなんかそんなん言うてて、ね。じゃあもしあったとしてもダイエー潰れたら確実にドムドムも一緒になくなりますね。世界のドムドムがなくなります。世界な、うん、世界のドムドムでしょ。世界のワシントンでも食べれるでしょ、ドムドムそら。ほら、食べれる。そうやん。いや、食べれる。ドムドムなんて、めっちゃ日本やろ。わかんないです。わかんない、うん、まあ、ちょっとしんみりしちゃいました。もうだって数少ないドムドムが潰れるっていう、もう、なんかね。で、あと、ドムドムにキャラクターは本当にいるのかっていうのを調べましょう。調べましょうか。うん、あ、ご当地ドムドムね。ご当地ドムドムの、ご当地キャラクター。なんだご当地って。じゃあもうドムドムじゃなくてご当地キャラでよくね。ご当地。ご当地ドムドムっていうことドムドムが全国各地に生き残ってるんかどうか。いやいやいや、いやいや、俺は世界中にあると思っとる。世界にはどうかな。世界にあっても日本にはないかもわかんないです。あ、そうやね。逆にね。そうね。デムデムって言われると思ってる。いやー、もう本格的にお時間。本格的にね。はい、じゃあもう、そうか、もう。じゃあまた来ます。また来ます。またね、はい。ありがとうございました。はい。ほなほな。ほなすいません。つけといて。次のとこおごります。おお、あ、マジで？ドムドムおごります。ドムドムドム。